昨年6月に現役を引退した元幕内、石浦の間垣親方、34の引退相撲が1日、東京、両国国技館で行われた。間垣親方の鳥取城北高の後輩にあたる幕内、孫富士、25イコール伊勢ヶ浜部屋、も出席。右足首の怪我で夏場所は全休しており、久々に公の場に姿を現して近況を明かした。 足首はまだ完全には治ってないが、痛みには慣れてきた、という。休場していた場所中も朝稽古には参加しており、本場所と同じ心構えでできることを精一杯やっていた。基礎はある程度やっていた、と説明した。まだ実践的な稽古はしてないけど焦ることはない。体の調子は悪くない。今後の実践稽古再開の時期については、自分が行けると思ったら。 自分の体は自分にしかわからないので、やれることを精一杯やるだけ、と復帰の時を見据えた。夏場所を全休したことで、名古屋場所、7月14日初日、愛知、ドルフィンズアリーナ、は重量に転落する可能性もある。球場の決断については、葛藤はあったものの、出たい気持ちもあったけど、先を見たら焦ることもない。自分で追い込むことは特になかった、と振り返った。 夏場所では、春場所で自身と優勝を争った一学年下の大の里、23イコール二所の関部屋、が幕内優勝。ライバルの活躍に、すごいですね、とだけ話し、もともと、他の人の、相撲はあまり見ないので、と多くは語らなかった。休場中はほとんど外出することもできず、出られないから逆に相撲を見たくなかった。悔しさからか、 ライバルたちが活躍する姿は見られなかったようだ。